皆さんこんにちは、かんちゃんことかんかんです。皆さんお元気でしょうか？僕はこの通り元気です。今コロナ禍ではありますけれども、緊急事態宣言も解除されて、事業活動という意味では本格的に再開するのにはまだしばらくの時間がかかるものと思いますが、プロ野球も J リーグも再開してですね、日常に戻る段階に少しずつ入ってるんではないかなというふうに思います。そのような中でですね、先日小田原市に石鹸を寄付させていただきまして、おかげさまでその後個人や企業さんからたくさんのご応募をいただきまして、石鹸を配布させていただきました。その間テレビ放送なんかもありましてですね、かなりの反響をいただいて、皆さんには本当に感謝しております。今回私たちの地元、青少地区ではあるんですが、広い意味では湘南ですね、湘南地区、地元のサッカーチームでもある湘南ベルマーレさんよりアカデミーに通う子どもたちに何かできないかというご相談をいただきまして、それならぜひということで私たちの石鹸を寄付させていただきました。実際にコーチの皆さんがアカデミーに通っている子どもたちに一個一個石鹸を配っていただいて、予防に努めていただきながら頑張ってスポーツをしていこうということで、今回そのお話が実現しました。実際に配っている写真をいただきましたので、ぜひご覧ください。とても可愛いですね。きっとですね、自粛期間中はボール蹴りたくてしょうがなかったと思うんですね。早く試合やりたいなとか我慢してたと思うんですけど、これからはちゃんと石鹸で手を洗って、また一生懸命練習を頑張って強くなってください。そしてなんと今回現役 J リーガーの方からも動画をいただきました。そちらの映像をお届けしたいと思います。アカデミー出身の斉藤美月です。柴田壮介です。株式会社リンクライン様、この度はベルマーレフットボールアカデミーへの石鹸提供ありがとうございました。いつも石鹸を作ってくれてる皆さんありがとうございます。アカデミーのみんなもこの石鹸を使って感染予防対策をしっかりしましょう。いやー、かっこいいですね。やっぱかっこいい。僕もサッカー好きなので嬉しいです。業界とか業種は全く違うんですけど、誰かのために何かがしたい、そんな思いがこうつながって実現できたことはものすごい光栄なことですし、将来ひょっとしたらその中からプロになる子どもたちもいるかもしれない。そういう夢を追いかけて頑張ってる子どもたちの夢のお手伝いをほんの少しでもできたんであれば、僕たちにとってはそれ以上に光栄なことはありません。そしてもし有名になったらサインください。あの時の石鹸屋だって思い出してください。僕たちリンクラインはこれからも湘南ベルマーレとアカデミーに通う子どもたちと地域の皆さんを応援しています。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。